英国海軍の機動部隊がシンガポール近海に出没し、我が国の輸送船を襲撃している。しかるにここに至って敵は2つの過ちを犯した。第1に航空機による援護なしに行動していること。第2に我が飛行場からの攻撃圏内に入り込んだことである。すでに各飛行場では攻撃隊が編成され出撃準備を整えている。Dreadnoughts are indestructible. 命中の急所。
ここで落とされるわけにはいきません。よし、戦艦の攻撃に移れ。爆撃を開始する。攻撃開始。新しい海上戦闘の形を予見していた。大型戦艦が海を支配する時代は終わったと。これからは航空機が海上戦闘を制する。真珠湾に続き、帝国海軍はその進化を発揮した。 Z 艦隊の撃破とともに、太平洋における連合国の活動は縮小しつつある。これにより、我が軍の展開はより容易になるであろう。大日本帝国の旗のもとに、東アジアは統一されつつある。